はい。チャットサービスの続きです。で今回は、えー、ちっちゃくなっているときの画面、画面というか UI を作ろうと思います。ちっちゃくなってて、タップするとこれが出てくる。で、×ボタンを押すと、ちっちゃく、またちっちゃくなるっていう感じのものを作りたいと思います。えー、見したほうがいいかな。チャット、チャットサービス、 これですね。最初はこれ。で、タップするとこうなる。で、ちっちゃくなると。こいつです。で、えっと、まずちっちゃい時のビューを作るので、新しいファイルで、えっと、ヘッダーのコピーでいいと思うので、こいつをミニマイズとして置いといて、 でえー、っとねタイトルはとりあえずいるかでミニマイズで、まあ、ヘッダーでいいかでヘッダーの高さがまあ20くらいでテキストアラインはセンターでいいでしょうでバックグラウンドカラーは一緒でテキストのカラーはホワイトで ラインのハイトを20にして、で、フォントのサイズを、ちょっと大丈夫かなとりあえずこれで。で、えっとね、幅を、幅がこれだと大きいんで、えっと、どうしようかな。ヘッダーの中に1個様子を作って、 るしかないかな ?1 個ちょっと DIV タグで DIV タグで囲っておいておでヘッダーが自由になるんでえっとね幅を 200ピクにしといて、えっと、左、左に寄せ、あ、右に寄せたい。うんと、ちょっと後で考えよう。で、プロップはそのままと。で、ミニマイズをアップに追加して、 インポートミニマイズちょっと消しちゃったでミニマイズでちょっと一旦この人たちをコメントアウトしてこうかタイトル ととしておくとで、こうすると、えっ、ー、とね、変わらないぞと。あ、出た出た。で、背景の色が出ちゃってるのと、えっ、ー、と、ちょっと調整します。えっ、ー、とね、フォントサイズは十。 2くらいにしとくか。うん。で、えー、っとね、アップの方で色を指定しちゃってるので、あ、まあ、これは良くないんだけど、えー、っとね、ここで380に指定してるから、いいか。えー、OK。そしたら、 うーんとね。幅と、幅の指定を、ここじゃないところに持っていきたいんですが、まあどうするかっていうと、結局、これかこれの切り替えになるんで、こいつらをグループ化した方がいいので、新しいファイルで、チャットビューを作ります。で、チャットビューに、 ちょっととりあえずこいつをコピーして貼り付けて。で、チャットビューは、えっと、まあ、これの集まりですと。で、えっと、ミニマイズいらなくて、ミニマイズがいらなくて、えっと、ここがチャットになって、 この処理はそのままとりあえず残しておいて。で、スタイルは基本的にはいらなくなって。で、ここにクラスを指定しておこう。で、チャットコンテナーにしといて。で、チャットコンテナーがポジション、ポジションアブソリュートとかは、まあまあ置いておいて。 幅と背景色ということにすればいいはず。で、アップの方が、えっと、一旦これ消して、で、ヘッダーをチャットに一回書き換える。で、消すチャット1個にして、 マウンテッドドアの処理がいらない。で、えっと、バックグラウンドのキメと幅のキメを消す。で、これでいいはず。で、ミニマイズの方で幅は指定してるので、これでいいはず。そうすると、うん、チャットがここに来ると。で、えー、っとね、エミ エミットを書きたいのでエミットエミットの処理をどう書くんだっけえっとねちょっと見るインプットフォームを見ればわかるえっとねアットエミットで合格でオンクリックセンドで これがひとまとめかえーっとねタップとクリックとでいいか。 ククリックドを呼ぶとで、この辺の処理は何もする必要はないんで、えー、っと、で、これのヘッダーのところでいいね。で、しかもこの DIV がいらないので消しといて、あとクリックイコールオンクリックにしておくと。で、こかな でそうすると、ミニマイズ化に、えー、っと処理が書けるようになるので、ちょっと待ってよ、アップに書いてたはずで、どう書くかというと、アップじゃないか、えー、どこだっけ。 あ、えっ、ー、とね、ビューズか。うっとビューズオペレーターのソースのえっ、ー、とコンポーネンツの違う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 ビューズのチャットか。で、あこれか。えっ、ー、とねここでアット クリックドゥをえーとねしょうでこっちでしょうっていう関数を定義するとということが。 できるようになって何も間違えてなければおっと出たこの辺タップしても出ないしタップすると出るとはい OK でえーっとここが呼ばれた時点でえっとねプライベートバーえーっとねミニマイズドイコールトゥルー パーミッシングセミコロンこうか <laughs> でフォールスディスミニマイズドをフォールスにしてあげるというふうにしますでえー、っとここに VF ミニマイズドだったら表示と。で、チャット、VF ーフ、ミニマイズドじゃなければ表示。で、えっ、ー、と、クリック度とかないから、一旦これで。で、そうすると、これをクリックすると出てくると。で、この閉じるをもう実装しますと。 で、チャットの方は、えっ、ー、と、さっきのミニマイズと一緒で、クリックでして、これを、チャットの方で、えっ、ー、と、エミットで、クローズと、クローズでいいか。で、オンクリック、クローズ。 というのをやっておいて、うーんとね、あまあ、しょうがないか。あと、えっと、クローズ、オンクリッククローズで、えっと、中に持っていくと。で、同じことをフォームにも書く必要があるので、 そうなっちゃうよね。で、いいんだ、いいんだ。で、インプットフォームで、同じことを書いて、オンクリッククローズでクローズを呼ぶと。で、ボタンのここで、あ、これ違うか。ごめん、間違えた。ヘッダーじゃねえって言うのな。えっ、ー、とね、チャットヘッダー。 ヘッダーでこう書いておいてで、×ボタンが押されたときにアットクリックオンクリッククローズと書くとで、エミットが定義されてないから定義しておく。OK、ヘッダーは OK でえーとインプット関係なくてで、こい 1でインプットに書いてたのをヘッダーに書くと。っていう風にやれば、これでいいかなちょっと間違ってる気もちょっとするんだけど、エラーだ。えっとね、あ、エミットがないと。えっとね、チャットにエミットが定義されてません。ここだね。 で、出てきて、クリックすると、これが出て、閉じる。閉じるが効かないと。えっと、見ていくと、えっと、閉じるを押されたときは、オンクリッククローズを呼んでくれと。あ、で、ここは実装してないか。オンクリッククローズでクローズが呼ばれるようになってて、で、こっちか。えっと、チャットで、あっと、 クローズイコールハイドでハイド関数を作るでミニマイズをトゥルーにするとよいしょで閉じるおいちょっと閉じるとはいということで完成です 次回はこの中身の実装をちょっとしていきます。ということで、次回お楽しみに